連邦のユダヤ人数学者で、関数解析のソビエト学派の主要な人物の一人だった。クレインは作用ソローン、モーメントの問題、古典解析、表現論における業績で著名である。クレインは、キエフに生まれ、17歳で家を出て、オデッサに向かった。クレインは、困難な学歴を送り、最初の学位を得られず、常に反ユダヤ主義の差別にあった。指導教授は、 ニコライ・チェボタ両夫だった。1982年、クレインは、ウルフ賞数学部門を受賞したが、受賞式に参加することが許されなかった。ダビッド・ミルマン、マルク・ナイ・マルク、イズラエル・グラズマン、モシェリフ・シッツと、その他の著名な数学者は、クレインの学生である。クレインは、オデッサで死去した。2008年1月14日、マルク・クレインの記念碑が、 オデッサ大学の主管理旨で公開された。ありがとうございます。